皆様、西耳でございます。あと、本日のイエスコメ60分間チャレンジ、嘘1分間チャレンジ、60秒チャレンジは捻転でございます。だからね、朝の中に捻転っていう種類があるんですが、そのね、大きな枠組みの捻転について、少し説明していきたいなと思います。それではスタートです。さあ、捻転なんですが、捻転って何だろうって皆さんねじることですよね。実は捻転って股関節を潰しながら、股関節を潰しながらやっていくのが捻転です。股関節を潰すスペースがね、非常になくなりやすいので、だからこそ股関節を気持ちいい場所、なんかいわゆるこうフィットする場所っていうのが、実は解剖学的に取り方があるんですよ。それをしっかりとコンディショニング作って、ポジショニングを作った上で側屈をしていかないとダメです。上の方からねじりましょうって指導者もいるんですけど、私の場合は下の方から。なんでかっていうと、地球が下にあるから。足、股関節を通って脊柱をねじっていくので、なので股関節からしっかりとねじっていってほしいななんて思います。 OK でしょうか。さあ、捻転に関して皆様両方です、徹底的に学びたいですっていう人は、10月22日横浜で捻転の勉強会をします。まあ、体側、側屈捻転の講座なんですが、その講座をやっていきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ちなみに、横浜2時間です。1日のワークショップで、私以外にも他の先生たちもやっているので、ダイエット、血糖値とかね、カッサを使ってとか、あとは経絡とかを考えた時にヨガってどんなことができるのみたいなね、そんなワークショップもするので、ぜひ遊びに来てください。捻転、腰が弱いとか、あとそうだな、内臓が弱いとか、便秘気味とか、そんな方はね、捻転すごく効くので、表面的にね、なんか捻転をするだけじゃなくて、その捻転の本質的な意味っていうのを指導者ならぜひ覚えてほしいなと思います。ここら辺がね、しっかりしてるとやっぱり自信を持って転ができますので、これがね、ブスだとね、これが分かってないとやっぱりそもそもにおいてもう表面だけをこう扱うようなヨガの先生になってしまうので、多分ね、それはね、ご自身が飽きてしまうと思うので、ぜひね、なんかヨガに飽きてきたなとか、もっと勉強深めたいなっていう人は、ぜひワークショップいらしてください。お待ちします。